返してこいよ。え、返してこいよ。あのね、はい、この前ね、先輩に寿司連れててもらったんですよ。お寿司ね、わ、うん、かります、わかる。お寿司連れてもらったんですけど、あのパンサーの菅さんに連れていただいて、で菅さんがそのマグロ食べられへんから、あのマグロをカンパチに変えてもらえませんかみたいな、はいはい、あ全然 OK ですよみたいな。で西野がそれに乗っかって、あすいません、ほんなら僕あの卵をちょっとウニに変えてもらっていいですかって言ったんです、うん、いけへんやろそれは。なんか言えよ、ほんと恐ろしい、フリースタイル、いけそれやばないですか、フリースタイルのトーク。俺返せよっても言ったの、返せよ、うん、俺これ言ったの、だから最初からないって言ってるよな、エピソード。何がないんでしょ、何言ってんのか分からへんね俺は。そんなことないでしょ。